はい、皆さん、こんばんわん。ドラム缶さん、こんばんわん。コレキオさん、こんばんわん。電気羊さん、こんばんわん。ソリさん、こんばんわん。ラプテンさん、こんばんわん。はい、すいません。この声聞いて、皆さん、ピンときた方は、アシンマンさん、こんばんわん。南河内はしこさん、こんばんわんです。はい、皆様、こんばんわん。この声聞いて、ちょっとピンときた方は ピンときたかと思うんですけれども、申し訳ありません。本日、令和2年3月3日、ひな祭りの日ですね。ボギー大佐の言いたい放題のお時間なんですけれども、ですね、ちょっと急遽、私、中佐が、今日ちょっと代打ということになりまして、申し訳ありません。はい。初めての方は、こんばんはんでございます。ニラちゃんありがとうございます。はい。ちょっとすいません。今日、ボギーさんを期待された方、申し訳ありません。ですね、まあ、ちょっと、今日なんか、ボギーさんですね、だいたいいつも、私に代打を頼むときは、なんて言いますか、だいたいかなり前々、1、2時間ぐらい前から、頼まれることが多いんですけども、ちょっと今日に限ってはですね、なんか開始10分前ぐらいにちょっとお電話がありまして、ちょっとどうしても外せないちょっと急用が入ってきたということで、急遽私にちょっとお鉢が回ってきたということで、実は何にもネタを用意してないという状態で、やっており、キャスをやる羽目になってしまったということで。で、正直、申し訳ございません。まあ、ボギーさんを期待された方は、明日のボギーチャンネルでちょっと見ていただければと思いますし、まあ、その話でよろしければ、しばらくお付き合いいただけましたらと存じます。はい。で、まずですね、皆様にお願いがございまして、こちらの、ツイキャスの方で、毎日、音が割れてる？マイクが大きいのかな？音が割れてる。ちょっと待ってくださいね。マイクが大きすぎるのかもしれない。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。ちょっとマイク下げてみましたけど、どうでしょうか？大丈夫ですか？ラプテンさんありがとうございます。猫様に免じていらしていただきましたら。ちょっと画像が切れちゃってますけれども、毎日ボギー大佐がされてるボギー大佐の言いたい放題の番組のアーカイブですけれども、基本的に、まあ、できれば翌日アップを目指してるんですけれども、私、中佐とその他大勢の影武者たちが頑張って YouTube の方でアップしております。こちらの方は YouTube でチャンネルボギーと検索かけていただきまして、すると出てきますので、こちらのチャンネル登録と番組の視聴の方もお願いいたします。もっぱらボギー大佐の言いたい放題、まあ、FM21 で放送中のワンヌムイラジオ、あと、コギーさんの水曜チラチラ作戦の方の、動画。で、その他、そうですね。時々、まあ、稀にネタ動画などもアップしておりますので、よろしければご視聴いただけましたらと思います。さて、まあ、ネタがない、ネタがないとか言ってるんですけれども、まあ、そうですね。ちょっと、まあ、ネタがないのか、この10分ぐらいで思いついたことと言ったら、この人のことをちょっと話したいなと思うんですよね。この方です、この方。はい。あ、小杉さん、こんばんはんです。はい。南川ちゃん、端っこさん、ネタを、まあ、ネタこう起こすということで、いやいや、そういうわけじゃないんですけれどもね。まあ、この方のお話をさせていただきたいなと思うんですけれども、みんな大好き、マリンアウトおじさんということで。はい。私、この方に初めて会いに行ったんですけど、宮城さん、女性に優しいマリンじいじ、野郎に厳しいマリンアウトおじさんということで、いや、
まあ、この方ですね、野郎にも、に厳しいというか、ネトウヨの野郎に厳しいと言った方がいいんじゃないかなと思うんですよね。というのはですね、私、この方に初めてお会いしに行ったのが2015年の9月だったかな？の話、コロナ話なんですけれども、まあ、その時はですね、まあ、まだ、確かボギーさんにもお会いするのが初めてな時だったかな。なので、要は大山ゲートがデビュー戦だったわけなんですね。その時にまさか影武者を拝命することになる、なるとは、なんか、全く考えてもなかったような時期なんですけれども、まあ、この時にですね、実は、ですね、私、中佐はですね、実は左翼のお仲間のふりをしてですね、この人たちに近づいてですね、いろいろお話を伺ってきたということがあるんですね。で、その時に、一番最初に話したのがですね、例の、大山ゲートの一番下で、いつも見てくださいって言ってるおじさんなんですけども、まあ、方にちょっと話を聞いたら、そしたらですね、上の方にね、宮平さんって人がいるからね、その人に聞いたらいいよって言われるからですね。ということで、会いに行って聞いてみたんですよね。で、まあ、その時に、まあ、宮平さんの方は、まあ、自分がどうしてここに立って仕事、なんかこういうことをやっとるのかというのを非常に熱く語られるおじさんだったわけなんですけれども、まあ、その後、この方、まあ、いろいろありましたよね。なんか、ね、あと、まあ、琉球独立のぼさんの話はまた日を改めてしたいんですけども、今日はちょっとマリンアウトおじさんの話もしたいなと思うんですけれども、まあ、いろいろあったんですけれども、そうですね、例えば、ね、美咲さんがかなり前に一回この方にね、飴をプレゼントしに行こうとして断られたというような話がありまして、実はその思い出動画の方も後日 YouTube にアップしたいと思いますので、まあその昔美咲さんたちがどういうね、ことやってたかっていうのをちょっと思い出していただければと思いまして、また YouTube チャンネルの方にこの動画アップしたいなと思いますけども、まあ、まあ非常にね、宮平さん自身はね、非常に紳士的な方でございまして、いわゆる沖縄左翼と呼ばれる中にはですね、まあ話がまだ通じる方なんじゃないかなとは思うんですよね。で、まあ、そうですね。まあ、辺野古とか高江、まあ昔の高江の方に行くと本当に話が通じない人たちがいますので、まあ、あっちの方はちょっと危険人物がいるなっていう感じが私の印象ですね。まあ、そんな感じです。で、まあ、覚えてらっしゃる方もいるかと思いますけども、去年の9月の話でしたっけ？ね、美咲ちゃんとリリアちゃんが初めてこう、二人で突撃しに行った時のことを覚えてらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、で、この写真ですね。歴史書館があった日ですよ。ね、なんか、宮平さんも、やっぱり、ね、元先生だったのか、ね、やっぱりこう、子供には優しかったということが証明されたこの瞬間なわけでございますけれども、はい、覚えてらっしゃる方もいるかと思います。いや、そうですね、平成、最後の日でしたっけ？あ、確か平成最後の日と9月にも一回行ったんじゃなかったでしたっけ？あれ、どっちだったかな？まあ、ちょっとこういうことがあったなということで、ちょっと思い出しながら話してるんですけども。で、この時にですね、美咲ちゃんとリリアちゃん、宮平さんにあること聞いてるんですよ。覚えてらっしゃる方もいるかもしれないんですけれども、これ。これです、これです。宮平さんに質問ということで、マリンジージーのお誕生日はいつですかということをちょっと美咲さんとリリアさん聞いてるんですよね。そうするとですね、宮平さんからお返事が来たわけですよ。マリンジージーのお返事がこれだったんですよ。僕のお誕生日はバツバツガツだよっていうふうに言ったんですけども、実はですね、マリンジージのお誕生日は3月なんですよ。なんと、今月なわけですね。
ということはですね、で、日付は今度来た時に教えるねっていうことだったので、確か前回、美咲さんたち行きましたけど、その時に3月の5日っていうことまでは、いついつかっていうことまでは聞いてなかったということなので、聞けなかったって話聞いたんで、あ、じゃあ3月にまたリベンジが行われる可能性があるということですよ、皆さん。ね。これはちょっとね、3月の月曜日の沖縄の声、これに欠かさず見ていただければと思いますよ、皆さん。まあ、楽しみにしてたらいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、そういうことですよね。この時確かに僕、目の前にいたでよく覚えてるんですよね。今度来たら教えるねっておじいちゃん言ってましたかね。3月のいつなのかというのが、いずれはっきりするのかなということでね。リディアちゃんは何月なのって聞いてましたけどね、この時はね。まあ、リディアちゃんのお誕生日は10月ということで、まあ、いいんですけども。まあ、そういうことです。はい。で、まあ、そんなこんななわけなんですけれども、まあ、3月の僕ね、ハートクリーンの楽しみがこれで増えるんじゃないかなと私は思って見ているんですよ。で、まあ、それから、まあ、ちょっと写真が用意できなかったんですけれども、あとは、そうですね、大山ゲートで、まあ、最近大山ゲートは平和になってるかなとは思うんですけども、平和ではないっちゃ平和ではないんですけども、なんていうんですかね。ツーアウトさんがいなく、最近いなくなってるので、そういう意味ではちょっと安全になってるなっていう気がいたしますね。私が2015年に行ってた頃は、まあなんか、なんかね、ツーアウトさんが嫌みったらしく、なんかその、近づいてきて、なんかいろいろぐじ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 言われてたので、まあ、あの人がいたら、このね、美咲ちゃんのこの企画はちょっと成り立たなかったんじゃないかなとは思うんですよね、私としては。はい。ということですね。で、まあ、そういうわけなので、まあ、もし皆様沖縄に行かれることがございましたら、マリンアウト電柱の方は、ぜひ寄っていただきたいな、とは思うところでございます。はい。で、それからですね、他に何かあるかな。まあ、まあ、皆様最近、3月とはいえ、まだまだ寒い日も続いておりますし、まあ、風も流行っておりますので、まあ、ね、風邪の予防のための手洗いやうがいなど欠かさず行っていただけましたらと思います。まあ、手洗いはですね、やっぱりこまめに、まあ、流水ですすぐということと、時間をかけてあげることが大事だと思いますので、まあ、変にこだわる必要はないんですけれども、まあ、指の間とか、爪先とか、そういうところもしっかりこう、ね、洗い流してあげることが手洗いの大事なところですので、時間をかけるということが大事です。あ、宮城さん、そうなんですね。年末の帰省中にツーアウトさんに出くわしたんですね。元気で頑張れよと言ってくれたから嬉しかったねっていうことで。あ、そうだったんですね。まあ、意外な側面があるんですよね、あの方も。まあ、多分、宮城さんは、まあ、元が沖縄の方だから、まあ、同郷のよしみというのもあるのかもしれませんけれども、どうなんでしょうか。まあ、ね。まあ、ツーアウトさんも人の子だったということなんですかね。ということで、いいでしょうかね。うん。まあ、あと他にはですね、まあ、そうですね。他に私から言えることがあるとしたら、繰り返しになるんですけれども、こちらです。よいしょ。まあ、YouTube のチャンネルボギーの宣伝ばかりで申し訳ないんですけれども、まあ、ボギーさんの、言いたい放題の方、毎日毎日放送中でございますので、これにつきましては、欠かさず、バックナンバーは上げ続けていきますので、ぜひ、皆様、視聴の方、よろしくお願いいたします。はい。まあ、ね、今後もね、ボギーさんの番組の方で、沖縄で、起こったね、いろんな最前線のこととか、ね、そういう裏話なども、今後とも話が出てくると思いますので、
あ、ピョンタさん、こんばんはです。すいません。今日、大佐を期待してたかと思うんですけど、今日はちょっと、急遽、私、中佐代だということで、申し訳なく思います。大佐を期待した方は申し訳ありません。はい。そういうことです。はい。まあ、チャンネルボギーの方、よろしくお願いいたします。それと、最後になりますけれども、やっぱり、3月のね、沖縄の声、期待して見ていただければいいんじゃないかなと思っております。はい。まあ、そういうことで、ちょっと、今日ちょっと、かなり急な話だったんですけども、多分、ボギーさん、よほど多忙な用事が入ったんだなっていうような状況で、開始10分前ぐらいにちょっと私のところに、ちょっとごめんっていう連絡が入りまして、ただ皆様には、ご心配なきようということで、よろしくお伝えくださいということは預かってきておりますので、皆様、明日の、ですね、ボギー大佐の言いたい放題の方もよろしくお願いいたします。ちょっと短めで申し訳ないんですけれども、今日の放送は、この辺で、終わりにさせていただければしたらと思います。で、繰り返しになりますが、今後とも、ボギー大佐の言いたい放題の方、毎日、大体21時から定時放送があります。場合によってはちょっと22時半からの不定期放送になる場合もございます。で、明日の放送がちょっと何時からなのかちょっと私伺えなかったので、また後ほどちょっとボギーさんに連絡を入れて伺っておこうかと思いますけれども、明日もまた、よろしくお願いいたします。それでは、今日の放送は、ちょっと駆け足で申し訳なく思いますけれども、マリンアウトおじさんのお誕生日は3月だったということで、今月の、沖縄の声は、ぜひ、欠かさず見ていただければと思います。それでは、そういうことで、ありがとうございました。失礼いたします。お疲れ様でした。